太もも科は創始用植物に属するトガで、すべて、キモと3000種以上からなり、130、150属に分けられる。金ラヤ山木のは、天人科から取って、天人区は科としている。大部分が、世界の熱帯、亜熱帯に分布し、特に東南アジアからオーストラリアにかけてと南米に、多い。日本では、アデクが亜熱帯地域に自生し、 小笠原諸島には固有の無人太ももと姫太ももがある。利用価値のあるものとしては、ユーカリのほか熱帯果樹のグアバ、レンブ、太もも、フェージョア、ジャボチカバ、ピタンガなど、香辛料の長寿、オールスパイスなどのほか干賞用に栽培される、銀梅花、巨竜梅、天然花やブラシの木を含む、精油を含み、香りの良いものが多い。花は、良性で、 放射奏症。花弁は5、または4枚、大きく美しいものもあるが、退化してなくなったものもある。長いおしべが多数あって、花弁より、むしろ目立つことが多い。葉は、常緑で多くは、全縁。脂肪界で、果実は、果、または液化。これまで、果実の特徴に基づいて2つの赤、レプタスパーモイディとマートイディに分類されてきた。 果てをつけるレプタスパーモイディは、ユーカリ、ブラシの木、魚流バ梅などを含み、特に、オーストラリア付近に多く分布する。液化をつけるマートイディは、銀梅花や果樹、香辛料として利用される種類を含み、東南アジアと南米に多く分布する。ただし現在この分類は、系統学的に再編されつつある。俗名の後に種名を例示する。金ぴら、良像、 南洋群島植物史南洋町1933年、牧野富太郎牧野日本植物図鑑北流館1940年、ありがとうございます。